伯爵ギャレットコリーウェズリーはアイルランドの貴族音楽家初代ウェリントン公爵アーサーウェルズリーの父にあたる1735年7月19日に後に初代モーニントン男爵となるリチャードウェズリーとその妻エリザベスの間の長男として生まれるダブリン大学トリニティカレッジを卒業1754年にバチェラーオブアーツ マスター・オブ・アーツの学位を受けた。音楽の才能があり、1764年には音楽博士号を受けた。1757年から1758年まで、トリム選挙区から選出されてアイルランド、議会庶民委員を務めた。1758年1月31日、父が死去し、第二代モーニントン団爵位を継承した。 さらに1760年10月2日に、モーニントン伯爵とウェルズリー爵に助せられた。伯爵位を与えられたのは、彼の音楽の才能にジョージ三世が感心したことによるという。フリーメイソンで活躍し、トリムロジナンバー494のマスターを務めた。あと、1776年から1777年にかけて、 アイルランドグランドロッチのグランドマスターとなった1776年9月にはアイルランド生密顧問官となった。1781年5月22日にロンドンのケンジントンで死去した。爵位は長男リチャードウェルズリーが継承した。1758年1月31日の父の死により以下の爵位を継承した。1760年10月2日に 以下の尺を新規にノブされる。初代ダンガノン子爵アーサー・ヒルト・レバーの娘アンと結婚。彼女との間に以下の六死を設ける。ありがとうございます。